河瀬城は、滋賀県彦根市にあった、日本の城。南北朝時代に、京国宗氏の小貞信が、池田勢を名乗って、河瀬城を築き同時に、天台終焉久し寺を建立したのが始まりである。その後は、軍家を務めていた、井上君の子孫にあたる河瀬山と守る秀宗が1500年代、前半に居城した。同時期に、出城として、官路城。 連代事情を築いた。しばらくは出城である、関路城、連代事情と共に周辺を統治していたが、五百五十二年十月二十八日に、三好長警に攻められ、八木城から敗走してきた、香西、旗の連合軍を川瀬氏はかくまったが周囲を包囲されたため降伏した。これにより城は荒廃しつつあったが、仏教に厚く帰還していた秀宗は1574年さめに、 あった。宝蔵寺の移転を受け入れ寺院と城郭の一体化したものに変えていった。廃城は諸説あるが、関ヶ原の戦い以前1500年代後半、五郎とされている。廃城後は宝蔵寺が引き続き当地にあり、現在に至っている。2012年の彦根市教育委員会文化財課の調査によると、川瀬神社付近の遺構が、 河瀬城のものと推定され、本港の移行は南、河瀬城のものと推定されている。上述の犬神くんが、周辺一帯を治めていた背景からその末裔である。河瀬氏は、中世末期に、多賀大社の王冠主として、実権を握っていた。日本城郭総乱220ページ、秋田書店彦根市役所カルタで学ぶ彦根の歴史、日本城郭体系11志賀県。 新人物往来者滋賀県教育委員会編、旧愛知、犬神軍の城広報彦根2012年5月1日号17ページ、連載企画から私の町の戦国、第22回川瀬城川瀬市ゆかりの、平地上館彦根市役所広報川瀬城、川瀬市ゆかりの平地上館。ありがとうございます。